松家世代バートと大砲オバマ藩代バートは、オバマ藩領であった、鶴ヶの杉津浦から高浜の内浦に至る約30カ所に計画、築造された代馬群である。ここでは、福井県大井郡大井町大島に作られた松が、世代場との小切り先代馬、オバマ塩オバマ津島に作られた川崎代場について述べる。オバマ藩では、異国船に対する警戒態勢の一環として、 1851年に幕府に台場築造を届け出て、一行約30カ所の台場を作り、解剖を強化した。1854年には、のこぎり先、松ヶ世台場を築造している。ペリー率いるアメリカ艦隊が裏側に来航した、翌年のことである。松ヶ世台場と地図松ヶ世台場は、オバマ湾の湾口部にあたり、異国船の侵入監視には、絶好の立地で、 二箇所のダイバートがある。一号ダイバートは海に向かって横に並ぶ土類六基と土イに挟まれた五箇所の方眼があり、全長は約50メートルになる。二号ダイバートは一号ダイバートより海側にあり、直径約80メートル、高さ2.2から2.4メートル、幅約14メートルの半円形の土イで構築されている。その土イの内側中央部には、 回転式の大砲を設置したと思われる半円形の砲座1機、その両側には固定式の大砲を設置したと思われる砲形砲座が2機ずつ配置されている。また、土塁両端部には火薬庫として使用されたと思われる昇降断出跡がある。この台場は赤栗崎オートキャンプ場内にあり、キャンプ場整備に伴い、福井県によって移行調査が行われたのが最初で、 1994年から当時の大井町教育委員会により、のこぎり崎台場も含めて発掘調査を実施2001年に国の史跡に指定された。2号台場は復元され2機の大砲のレプリカが設置されている。なお台場跡を見学するためには、赤栗崎オートキャンプ場の入門口から許可を得て、場内に入るか専用の 松がセダイバート出入口から入る必要がある。のこぎりさきダイバート地図1994年以降、大井町教育委員会により松が、がダイバートと合わせて発掘調査が実施され、2004年に国の史跡に追加指定された。この字型に並ぶ土類と土類に挟まれた5機の方眼で構築されている一番台場を中心に正方形の単独砲座台場2機、 商工断室から構成されている和洋式ダイバートである。ノコギリ崎ダイバートは、ノコギリ崎の先端にあるが、大井発電所の敷地内にあるため立ち入ることはできない。川崎ダイバート地図川崎ダイバは1854年、オバマ藩が川崎町の茂田茂衛門に命じて作らせたもので、ある。オバマ城付近のダイバはこの他に5カ所に作られ、大砲は全部で55門。 この台場には七門が据え付けられていた。台場は、茂田茂衛門や、黒く八兵衛らの奉仕で作られ、大砲の鋳造費は、町方商人に課せられた。明治に廃止され、跡地は台場浜公園になっている。ありがとうございます。